第35期法政越リーグ司会実況の日吉達也です。解説は瀬戸熊直樹が務めます。瀬戸熊さん、よろしくお願いします。お願いします。対局の準備ができているようです。第35期法政越リーグ最終節 D 卓4回戦投杯の開始です。第35期法政越リーグは一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。4回戦はチーチャからダンプ、ナンチャ前田、シャーチャ山田、ペーチャ西川の並び、トンの一曲ドラはリャンマンです。さあ、いよいよ A1 昇級を決定するハンチャンが始まりました。瀬戸駒プロ、はい、最終戦、現状3回戦まで終了しているポイントが各選手の上に出ておりますが、はい、4回戦の見どころいかがでしょうか。そうですね、まずは山田さんと西川さん、ほぼ着順勝負ですね、はい、ただ前田さんも2人に 14.8 ポイントと 24.1 ポイント差と、はい、まあ、ラスを引いてはいけないと、沈み3着も危ない状況なんで、はい、まあ、頑張らないといけないハンチャンになりましたね。前田は浮いていれば大体大丈夫そうかなという勝手な想像ですが、まあ、とにかく山田と西川の差が 9.3 ポイントと、はい、ただ、はい、南一局のダンプさんの親が落ちた瞬間に、はい、ダンプさんが、まあ、あの騎手順位はありますけれどもね、そんな簡単に上がりいかないんで、3人マージャンになると思うんですよ、はい、こうなった時にどうなるかですね。さあ、トンの一局ドラはリャンマン、こちらダンプの手配はリャンマンが2枚になったが、ちょっと2枚は重たいか。それで怖いのはダンプさんのリーチですよね。ちょっと不用意には踏み込めないですよね。こちらが山田、一面つかんせ。まあ、でも全員に悔いのない麻雀打ってほしいです。いや、本当ですよ、はい、西川の手形がかなりいい。今日はここまで3回戦終始絶好調の西川、いや、このハンチャン1回でいよいよ決します。泣いても笑ってもこの1回痺れますね。はい、うおー、6チッパドラギリ、怖い、これは怖い、来るぞ来るぞと、これは怖いですよ。だってダンプ大体リーチになりますかね。まあ、リーチになりますけど、はい、リーチも寸前じゃないですか、はい、だから構えてないといけないんですよね。うん、だからここからダンプさんの安牌を集めるのか、はい、自分の手を進めるのかはちょっと分岐点ですよね。うん、山田や前田ぐらい悪いとちょっとまだその準備もできそうだが、はい、例えばこの E ピンとかはまだ打たない、うん、チュンとか言っていいですか。そうですね、はい、ダンプさんもやめに近い、はい、うん、ダンプさんの親は見過ごすが、しかしこちら西川は急走が唯一ある現物、はい、これはだけどいらない、いった、うん、目いっぱいだ、いいんじゃないですか。うん、西川さんのこの戦う姿勢は本当評価できますよね。はい、おそらく西川さんの中で、まあ、山田さんと前田さんは元 A1 だし、うん、ダンプさんもそうですけど、はい、自分がチャレンジャーっていう気持ちでやってますね。うん、ぶつかっていこうと、はい、これは素晴らしいですね。そしてまあ、もう今危険とは表裏一体ではありますが、この手を決めることが A1 を自らの手で引き寄せる行為になる。目いっぱいに構えた1通はちょっと難しい。はい、両面2つ残り、ウッパーソロ9ピン、このハンチャンの席順は普通にバギミをしております、はい、決勝戦の最終戦ではないので。さらに高打点見えるぞ、しかもこっちも勝負手、はい、うわー、もうぶつかる。西川がいくらリーチ来てもダンプはもう止まらないですよね。この曲に関しては最後まで押し切りそうだ、うん、西川手広い超チャンス手、なんだウーピンか、なんだピンズに見えた、ウーピン、闇点、闇点、ここ今切れたばっかりのローピンですか。ほう、リーチあると思うんですけどね。サブロッキュー、これでリーチだ、これでリーチに行く、よく一回回しましたね。本当ですね、これは勝負手ですね。うん、
サブ6球ピン、メンタンピン高め、メンピンイーペーコー高めタンヤオ。さあまずは西川アドバンテージ握るか。うん、いやダンプ転廃しない。ただダンプさん降りれないですね、はい、この曲に関して言うと。いやイーシャンテン、トンションパイ打たずにパーマ、前田はまだ余裕がある、ある程度は、はい、3ピン山田が意地で回収。サブロキューピンどうだ、3ピン1枚、ローピンが1枚、9ピンが2枚、2枚ってことだから9ピンで上がったら結構すごいですね、うん、1巡待って9ピン2枚ってことはダンプさんもまだチャンスありますね。あります、あります。そうなった時のウッパー層は、まあある、まだある。数ピン、もう折りはない、どっちかを選んで切ることになりそうだが、ローマン中筋、はい、あ6万中筋、あやめた、やめた、やめた、一人旅、やめた、ヤマトの勝負、はい、聞いた、高めのボーダー、西川のまずは先制攻撃、リーチツモタンヤオピンフイーペーコー2004戦から始まる。いやしびれる。さあこれでもう今逆転してますからね、はい、一人浮き、山田は追うのみ。今の一曲見る限りダンプはひょっとしたらそこまで来ないかもしれませんね、はい、やはり。あまだ前田さん100点上、うーん、うん、前田としてもこれうかうかしてられませんね、はい、トップでなるべくならオーラスまで行きたい、うん、ただ順位点入ってますからね、はい、山田さんも前田さんも受けば再逆転、うん、あすごい手、ダブドンとペ、本当だ。山田はドライ1の連面がある。西川今局はやや厳しい、こうなるとトンもなかなか出てこないかもしれない、うん、勘違いそう。しびれちゃうね。いやたった最後のこの半チャンのほぼほぼ着順勝負という状況まで来ました。今期の A2 リーグ最終節です。うわこっちが早い、ダンプが早い、ここはダンプの上がりも十分に考えられる。ダンプは佐々木さんと 3.3 ポイント差なんですよ。そうですね、今トータル順位が5位まで落ちてますから、はい、だから機種順位をワンランクでも上げとくと、はい、シード権とかの関係があるんで、うん、ここは当然トップを狙いきますね、はい、ダンプはすでに天敗ですね、リャンマン短期ピンフの変化とかでリーチになりそうですかね、うん、そうですね、これは役がないため上がれません。前田さんも来た、イシャンテン、はい、なんと3人で争う A1 リーグの最終 A1 リーグを3人で争う最終節となった。リャンウピン、これでリーチあるか、これリーチですか、リーチになります、はい、怖いです、ここのリーチは本当に行きづらいですからね。 うわ天敗ですよ、リーチもある、うわー闇天だ、うん、まだチャンタもありますからね、はい、前田さんとしては先に脱落したくないっていうのも大きいでしょうね。いやしたくないですね、さすがにここは安全牌が多いですね。そうですね、初も何番牌、はい、2人目3人目の攻撃に備えたいところ。ただチュンはもうション牌ですからね、うん、やっぱりもうすでに天牌が入っているかもしれないという考えのもと、ここはチュンだ、一発でツモ上がる、ダンプリーチツモピンフドライチ1300-2600のツモ上がりです。これでまた今度は西川さんが上になりましたね、前田さんがラストになりました。
なるほど、はい、そうですね。さあ西川さんが2050、はい、前田さんが2018、3.2 ポイント、はい、山田さんが1923、はい、さあ山田大二の上番トンの3曲、この淡々と消化していく中にもう重すぎて、重すぎる、ボディにきますよこれは。終盤までもつれるのもすごいですけどね、はい、だけどこのなんか淡々とね律者が上がっていくのも怖いですよね。 うわー山田ウーピンがあんこか、うん、まあギリギリ戦えそうだ、いいとは言えない。このハイパイどうまとめる。まあどっちしろこの最終戦浮かないとダメだと思いますね、はい、浮かないとダメでしょうね、浮かないとダメでしょうね、はい、沈み決着はないと思います。うん、まあ、前田さんと山田さんの沈みで決まったり、はい、西川さんと山田さんの沈みで決まったりする可能性ありますけど、うん、やっぱりねどう考えても A1 はなんか自力で持ってくるイメージが強いんで、はい、やっぱ自分でどっかで上がらないとダメだと思いますね。すごいねコメントの応援合戦。いやーすごいと思いますよ。すごい、本当にすごい。この1年間応援した、ここまで応援した選手が、はい、来季、うん、プロ連盟最高峰の A1 リーグで戦う姿を絶対見たいわけですからね。日吉さんの実況から逃れてね古橋さんの実況に行くわけですね。いやす、はい、しょうがないですね。しょうがないです、はい、山田はこれ愚形2つ残ったイーシャンテンですが、もう即リーチもありそう。うー、なんだ一色ん、イーソー統一落としでイーシャンテン、リャンシャンテン戻し、一色見ましたね。ほう、この状況に来てまだこの余裕があるか。まあ、あまりにもリーのみとかに価値がないってことですね。ただマンズドラ引いたときはちょっと考え直すと、抑え込みもちょっと聞きづらいっていうことですか、はい、ダンプがチートイのイーシャンテンか、こちらは前田。こっちおっと西川白春が重なった、これは大きいか。リャンウーマンのリャン、うん、天敗だ。リーチもある。トンを切ってパーソー短期。これはトンが前田と山田に浮いていたが、うん、ダンプは一旦パーソーに、パーソーでの待ち取り。トンが重なったこのタイミングで、間の悪さよ。山田自力で開けてみろ。きついですね。うーん、カンチーマンを払っていく。ここはあくまで一色か。ペータンキはせず、ピンズだ。イーシャンテンポンテンが効く形。ただトンはもう残っていない、はい、しかも E ピン1枚切れ。バニーなんとチーピンはとりあえずチーしときますか。それでもまあすると思います。うん、来た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 。ああ、うおー、イーシャンテン取らず。いやでも西川さんも進んだ。ポンテンまでこぎつけましたよ。あ、本当だ。山田これ本一一通、うわーっと、ここは前田だ。変えたんですね。ダンプの上がり、ね、三層短期のチート一1600点の上がりです。いやこれ前田もちょっとうかうかしてられないですね。ないですよ。あとは山田さんとの点差を見ながらですね。そうですね、これ山田に浮かれちゃうとトップラスとか決められると、はい、かなり大変なことになります。さあなんか本当に淡々と進んできますね。いや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 、なんと早い進行。トンの4曲まで来た。親は変わって西川、いやもうこの表情。西川さんここでなんか積もればダメ押し、ダメ押し、うん、一発積もれれば大事な親番。マンズで一メンツペイから2000オールとかでも大きいですよね、うん、あのどっちかが受けないようにしてしまえば西川さん結構勝ちになります。はい、
これ2000オールとか引いたら4万点超えるわけですから、うん、これはかなりいい位置まで行きますね。山田はドラメンツができていたか。さあ大事なお枝だ。こちらがダンプ、ちゃんたけ、前田、ドラ引き。ただ愚形がまだ残っている。山田の手がいいですか。このドラもまだ孤立だ。前田さんと山田さんのポイントは 7.9 ポイント差現状。 7.9 じゃあもう浮いた瞬間ですね、はい、とりあえずは広げる。うわーこれなんかもう見てられない。それじゃ務まんないよ。そんなんじゃ務まんない。見届けるのも仕事ですよ。 それを伝えるのが私の今期の使命、はい、さあ山田マンズは3番は絶好。これどう打ちますか。シンプルにいきますか、それとも3色か。下付きありますよ。ローピン打ちもありますね。うわむずこれ人生変える。9万が2枚、うん、しかし3色にこだわった。一応数ピン引きは2ピン3ピンにすると、はい、2ピン引きもいい数ピンで受け入れ、まあ振り点か。まあでも3色こだわりましたね。こだわった。3万はいいペーコーの変化もある。はい、これ3ピンですね。あとは、どう来るか。想像上持ってきた時は、はい、ドラの受け入れ作るとか、うん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 、まあ今のところはこれで待ちの体勢、はい、そうですね。公式ルール対応の手組ですね。マンズで勝負をかける山田、はい、人生変えますよこの決断が。どうよ来季 A1 で戦うための決断。西川さんがちょっと進んでない。はい、ダンプが進んでない。はい、前田はどうだ。なかなか進んでない。これは山田大チャンス。ピンズはパーピン。いやー大事な一局。これはもうちょっとスピード感で山田が圧倒ですからね。圧倒ですね、はい、ただどの形で収まるかですね。これ9万が山にないです。もうあないんですね。はい、ただチーワン持ってきて闇手にすればダンプさんの9万スーパー危ない。スーパー危ない。これリーチいっちゃうとやばいですね。あの西川さん用に持ってるみたいなのある9万になってますもんね。両者用、ま、西川前田用に、はい、チーマン引いて闇点いけますか。いや闇点でしょ。おーチーマン引けば闇点だと思いますね。高めイペーコーとかだと、はい、そうですね、リーチになりますか、うん、いやこの9万が出ない。いやこれチーマン持ってきたら勝ちですよ。何をしゃ、なんで引かない。チーマンが これでチーマンがあと1枚。うん、でもパワー持ってきても西川さんのチーワンが危ない今度。なるほど。パワン？あ、そうね。9ワン、9ワン、9ワン。9ワン持ってきてもね。9ワンないんですよ。9ワンないんですよ。ああ、じゃあダメだ。マンズの下も結構打たれてますよね、すでに。山田、5巡目からこの形。でも前田さんの方がいいですね。両面両面なんで。すでに。はい。一通が見えるか。いやーちょっと持ち方が怖いですね。いや西川も全然油断できませんからね、はい、トータル現在周囲には出ていますが沈んだ瞬間にかなり危ない。はい、だから補助はしたくないですよね。はい、でも上がれば決定だそうです。この狭間で揺れる A1 への熱い思い。広げるか。広げた。目いっぱいだ。マンズだぞ。なぜ手折りましたね。順目が深いんで。はい、あーここ来た。でもリャンシャンテン、いやーこれ親流すかもしれないですね。流すかもしれない。はい、あのトーナメントリーダーに立ってる時は、はい、そのままオーラス迎えれば勝ちなんで。そうですよね。捨てて OK なんで。はい、今いる位置はそれですよね、まさに。はい、うーん山田の一人転敗の状況が長引いているが前田転敗できるか。できない、できない、できない、できない。
うわこれは無理。無理ですね。もちろん上がりが欲しかった山田ですが、まあ一人テンパイなら御の字か。前田さんもテンパれるから、いつもあと1回。はい。これで西川も脳点ですね。脳、はい、点です。ということはもうこの曲が終わったら難入です。テンパイできるか？できない。これは山田の一人テンパイ。ただこれ存在ありますよ。お。うん。一人テンパイ。ですね。どうやら。うん、パーマンとかになるか。まあどう見ても山田さんが一番。テンパってそうですね、うん、ちょっと手の中パンパンですねこれ、うん、パーマですねこれが入って、いやあっという間に難入ですよ。トンの4曲は山田の一人テンパイで流曲、そしてこの一人テンパイは山田はもう何を上がっても原点には戻る、はい、となるとこれ本当に三つどもえになりますね。三つどもえです。怖い、ナンバが怖い。ダンプさんは最後の親番。これ山田が1000点上がると西川より上になるのか、もう、うん、上がれば、うん、上がれば。さあドラペ、さあダンプ最後の親番、いいぞ二メンツ吐くから、ここもいい。ああ、いい、やっと来たチャンスてか。これは悪い悪い西川いい、ああ、いい、いい、これが一番いいかもしんない。二差しだ。二差しだ。さっきは6チッパーだったけど。はい。さっきは上がれなかった6チッチ、今度は二差しで決めるかな。ダンプ。ここが7、8、9。おっと、カンウーマンが入った。ペーバドラ。白一枚切れ。白を行く。西川。伸びる。伸びますね。決めに行ってもいいかもしれないですね。今日は終始戦ってます。7、8、9、間違えられない。カンリャンワン、カンサンゾー、これはリャンソーの方だ。いや間違えれない、マジで。今のは三層が、三層山ゼロ、リャンマンは山に3枚、正解を引き当てたか前だ。うわ難しい。もう一度揺れる。 E1 かもしれないですね。 E1 に2飛びになって2枚、あ、2枚切れた。ジャントにはなりづらい、難しいですね。これは難しい。あ、一旦 E1、うん、そうですね。すんなり老朽ピンになればいいですけどね。いいですね。ジャントスッとできればスッと、これだと3色崩れる可能性ややあるが、うん、まあ残して3万、手広くいきます。いやー緊張感が高まってきた。 うわ山田広げた。ダンプさんももうすぐですからね。はい。二差しのイーシャンテン、カンパーマンとイース。おお、三色きた。三色になった。パーソー残しが生きたぞ。はい、9ピンバイ1、ローピンバラ2枚。リーチに行った、決めに行く。9ピン山さん。山さん。9ピン山さん。9ピンが山さん、ここまで。おーっと、西川かわし。あ、これ9ピン止まんない。イース1ピン。これ9ピン止まんない。いや、大勝負だよ。E ピンも上がりありますもんね。役あるから。E ピンであれば3色、スッチーピンが単野、うわーもう怖い、誰にも上がって、しかも現物、9ピンアウトでしょう、多分打っちゃうと思います。うわ、いやー西川かわした、すごい、3色300、500。いや自分で開けに行ってますね。本当ですね。A1 の扉を自分で開きに行く。家中の栗も全部拾ってやると、火の中にその手を突っ込んで危険を顧みず上がりをものにする西川潤。
A1 達成まであと最短で3局。まさかの山田前田の競りですよ。本当ですね。あと3局。はい。いやいや、しかしここからが本当の茨の道かもしれない。西川にとって最短あと3局、このリードを守りきれるか。もう前田はもう浮いた瞬間大丈夫ですからね、はい、とりあえずは。山田さんと前田さんの差が 2.9 ポイント。前田さんが上。前田が上 2.9 転敗の点で変わります。うお、西川白あんこ、いやー西川行くのか A1 に。いやー勝つ人のハイパイになってきましたね。ダンプペアンコ直風、うん、こちら山田マンズで一メンツ。西川純 A1 へ行くのか。あなたはただ山田さんがなんかちょっと中ぐらいの手積もると前田さんは今度浮きに行かなきゃいけないので相当苦しくなる、ね、山田をへこますか。はい、はい、1326とかさっき3色みたいなのありましたけどあれ上がられたら結構きつかったですよ ね、はい、ですね。もう前田さんは浮くためにはやっぱり2回上がり必要ですからね。はい、親なら1回で済みますけど。ダンプは本一、こちらが前田、トンが統一。うわ山田の手が伸びてきた。いいシャンテンだ。ただドラを使い切れたらなおよし。山田さんは何でもいいからとりあえず3900クラス上がりたい。上がりたい、うん、前田いいシャンテン。うわモーターがもうめちゃくちゃ速くなってきた。カメラへの意識はもう遥か彼方。いいでしょう。そうですね、好きにやってください。もう両者、いや西川を含めた三者の目にはもう A1 の扉しか目に入っていない。トンはポンテンだ。待ちはスチーピン。山田の手にはスーピンが浮いているがこれはどうするか。3万は一気通貫が見える。イーシャンテ、これは危ない。これスーピン出る可能性ある。さあこちら西川、一通転敗の時はもう出ますか。日球直撃大きいですね。大きいですね。その前にスーピン周りを引くか。イーマン、どっちだ。いや誰だ。イーシャンテン、メンホンイーシャンテン、イスティソ、スッチーピン、これありますね。スーピン、あれ山さん、あーここもイーシャンテン、イーシャンテン。もうじゃあ西川さんもチャンスですね。あ西川リャンシャンテンですか。ちゃんとなし。そうですね、トンの果敢。あこれでいいぞ。残球になった。ここにいたら大変。いるのか。高めスーピン3枚あってチーピンもめちゃくちゃある。えこれチーピン4枚ですよ、うん、7枚山重ねてきた。こっちも大チャンスになった。これチーテンですね。いよいよ3球ありますからね。しかしスチーピンはまだ山ほどある。6山リャンマンかチーマン引くか。リャンマンチーマンもあるな。あリャンマンチーマンもある。あーテンパった。テンパイだ。メモンテンパイ。リーチでしょう。リーチですね、うん、うわこの捨て牌はもう怖すぎる。想図いっぱいも打てない。自牌も打てない。想図ですって書いてますね捨て牌に。覚悟して覚悟を持ってきてください、はい、A1 へ行く方この捨て牌に覚悟を持って。ソーズリーチ来ました。向かってきてくださいというダンプのメッセージ付きのリーチはメンホンのイースーソー。山田一旦は9万。いやこれだってイースーソーって1、2、3、6山ですよ。でもスチーピンは4、5、イースーソーも3枚ありますね。白馬ションパイ、これはもう打ち切れない。山田さんギブでしょ。やっぱ戦った方が上がってくるんですよね。これ前田さん勝ち切ると大きい。なるほど、うん、まあ強制勝負ですけどね。ソーズも行きますか。いやもう行くでしょ。勝負ですもんね、勝負ですよ。六山ですよね。はい。うーおと、イースソーも3枚。いや、イースソーきついな、今度も。筋が結構
うわあ。男前田いけるか。どうする。山田とは、うん、わずか 2.9 ポイント上。見るはありますよ。山田も明らかに降りてますもんね。だって想像って書いてありますもんね。想像って書いてある。あのいろいろ立体的に考えてダンプのリーチは想像の名本リーチです。ここで8000打ったら終わりますよね。ただ、うん、うわ回った。まあこれまだ受け、うん、打てないですよ ね, 出ますからね。打てないですね。もうだってリャンソーとチーズを通っちゃったんで、はい、あと2分1ぐらいですもんね。もう 50% 以上いってます、はい、ここはもうやっぱそういったらすごすぎでしょ。いやー行かないでしょ。いや行かないですよ。行っちゃいけないと思いますけどね。え、うずいてる。まさか。いや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 行かないよね。行かないですよ。どう考えてもダンプの手は想像の本質です。はい、ウーピンが今目の前で取ってますからね。安牌に窮してるわけじゃありません。まあこれが普通の決断。うわー、ダンプのこれ前がきつくなったな。36000これで逆転だ。 0.1 ポイント。さっき 2.9 ポイント差だったんですもんね。でも西川さんもトップじゃなくなりましたよ。ただ2人あ、まあまあ、そっか、どうなったかな。あと2曲。 29.4、 うん、出てますね。出ました。西川トップ、山田が 0.1 ポイント上。1994 1919 0.1 0.1。うん、一人浮きからあれになったの、二人浮きになったのね。あ、そういうことですか、はい、さあこれ山田浮いたらかなり熱いですよね。熱いです、はい、このハイパイどうでしょうか。いやーちょっときついか。まずは何からいった。目いっぱい広げる。西川さんここをしのげば勝ち。なるほど、確かにほぼ勝ちです。ここもし上がれたならば、上がれば勝ち。オーラスって伏せれますね。はい、伏せれるんで初手からベタ折り入れます。はい、ただ山田の手配がこちらどうだ。いやー大事な一局。前田にとっても山田にとっても西川にとっても。西川初統一、ダンプはドラの白統一。前田、いやー白がブレーキだ。うーわー、でも 0.1 ポイントですからね。はい、山田に浮かれなければまだまだ、はい、むしろ誰かが積もってくれたら逆転ですから。そうですね、さっきと同じですよね。さっきと同じです。うお、山田ここもまだゆったりいける。ペンチーマン払った。すごい、今一番西川さんが A1 に近い男になった。そうですね、ここに来て。いや、トータル4位で発進した西川、山田との差は 70.2、前田との差は 112.4 あったわけですが、この最終戦4回戦何の3局に来て A1 の扉を一番強く握りしめてるのは西川。いやー、前田チャンスになったけど白が出る可能性がある。こらえて今。ただね、勝負決めるのは別に高い手ではないと思うんで、はい、一つの上がりですよ。それが1000点だろうと1300点だろうと、はい、いやー、これ最終局まで行くのか。いやー、山田さん苦しい。苦しい。もう全く手が進まない。うん、いや、前田もそれは同様だ。思ったように手が伸びない。なぜだ。石川さんももう流派泣きたくないかもしれないですね。危ないってことですか。危ないですよね、うん、この浮きは削られるわけにはいかないですからね、はい、だって当然前田さんは上がりに来てくれるんで、はい、山田さんだけではないですからね。いやー、こいついった。あ、いい3点だ。あ、これは勝負リーチ入りますよ。リーノミ、リーノミ、勝負リーチ、リーノミ入ります。リアンウーパーマンかリアンウーピンか、うん、リアンウーマンかリアンウーパーピンか。西川も思ったように進みませんね。さあ前田いいシャンテン。
リャンピンが山田に3枚になった。わずかに震える指先。いや、想像がもう薄いんですよね。本当だ。もう全然つも噛み合ってないですもんね。リャンピンポンだ。うん、やっぱピンズ寄せますよね。これ保険かけて一通とか狙わない。狙わないですね。はい。一気に寄せる。まあこのまま終われば別に次上がりで重力もいけるんで。そうです。上がり勝負ですね。はい、しかも鎮逸を決めれば結構な価値あるんで。いや、もう価値しかない、はい、ここの鎮逸は、はい、うわ、パーピン食い取った前だから。しかし入った。勝負リーチするかもしれないですよ。ドラですか、いきますか。100点差ですから。はい、わずか 0.1 ポイントの差。しかもリャンワは町としては申し分ないですね。ホワイトボードを一つ見上げた。最強戦はリンチ打ったような手配ですけど。いった。やっぱりいきますよね。ダンプポンしますかこれ。しません。しない。うん、さあこれはいよいよ運命が決まる一局になるのか。いや。1、2。こんな痺れる D の見ないですよ、なかなか。5。山さん。いや、これドラギリリーチですけど、山田はこれ鎮逸上がるとかなり有利になるんですが、宝珠覚悟で押し切っちゃわりますか。まあ打点によりますよね。ただここで誰もハク合わせてこないと怖いですよ。怖い。どういうことみたいな。あんこからの両面リーチとかも、うん、まあないわけじゃないですよね。合わさった。ああこれで全域でしょう山田は。うん、ああ一発で積もった前田、再逆転。うわ大きい。一発裏ドラがないルールですが、前田ここは一発で積もがり、リーチ積も。こんなに大きな500戦があるか。さあこれで前田再逆転で、そうですね、はい、おそらく天敗の汚点では変わりますね。変わりますね、はい、ということ、ま、ちなみにこれ西川は、あ、今出ました、伏せれますね。はい、西川は伏せれます、はい、2900、前田さんが上ですね、はい、日球上なんで伏せれます、はい、一局勝負です。そうですね、一局勝負ですね、はい、700-1300ですか。ダンプさんが上がっても、まあ、つま上がりなら前田さんの勝ち、はいはい、前田さんはダンプさんには2000点までは触れます。山田さんはダンプさん、ああ前田さんは、前田さんはダンプさんに2000点まで打ってます。まあ26ですね。そうですね、正確には26、はい、いやー、ここまで来ましたか。しかも、うん、前田と山田の争いで来ましたよ。本当ですよ。西川がまさかもうほぼ今もう、はい、ほぼ A1 のシートに。間違いなく10時前には決着します。一局勝負。いやー、西川さんは伏せれば勝ち。今から5分後に、はい、平成最後の A2 から A1 への昇級者2名が決定する。ドラはチーソー、同期の対決ですよ。そうですよ、17期の方位を取った男と、はい、方位を取ってない男、どっちだ。もう黙って見届けたい、うん、西川の第1打はどっちも強い A1 にふさわしい男ですけどね、はい、どっちかが落ちます。もう西川報酬さえなければ、なければいい、はい、まあ、考えることはないですね。西川も減点割れする5200を打つと誰に打ってももうダメという状況ですからね、うん、ここはまずはシャーから一回上がるのもありますかね。いやー、まあよっぽど早い順目だったら上がりますけどね。さあこれ山田どうですか。あ、いや苦しいですね。ただ天敗の点ありますからね。もうまっすぐ進めるしかある程度はないですよ ね、 ないですね。初からリーズマはダメですね。さあどうする。いやこれある程度普通に進めてますか。3000-6000だけがダメですか。いや、
さあこちらがダンプ、はい、羽根つもでも大丈夫ですよね。でもまあならないんで大丈夫、ね、まあそうですね、はい、手配的にならないね、うん、いやまだゴッドじゃダメですからね。ゴッドダメ、まあ、ドライあるんで、でもドライあるんで、リズムドライ値 OK です。はい、免品ドライ値 OK です。はい、残響 OK ですね、はい、もうしょうがないですね。これちゃんたもちゃんた3色みたいなのも見たいのか、はい、まあ、ですね。上がれば A1 の前田の手配はどうでしょうか、はい、次に移ります、はい、いいですね。あ、差し子だ、肩上がりテンパイですよね。テンパイ、はい、ウーワンで上がりです。ウーワンは残り2枚。あ、西川さんのウーワンが危ない。実は先に切るかもしれない。切るかもしれない、切る可能性高いです。これ高いです。いや、今打っておかしくない、今打っておかしくない、うん、早めってこと。両ピンからいった筋の両ピン。ウーワンは2枚、山田に行ったら出ない。はい、どう、あ、シャーンコ、うわ、むずい、いや難しすぎる。3色編み切った、西川さん打てば勝ち。うわ、あ、出ない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 。でもウーワン結構候補にあると思いますよ。はい、ただ前田さんがリャンワン積もっちゃうとダメだダメだ。うわ、もう出ないんだ。あ、もうやめたんですか。まあ一応マンガンとかドラソンとか打っちゃってやばいわけですもんね。ドラソンとかいう可能性があると思うんですね、はい、うわ、ドラドライシャンテン、ウーワンの対決になるかも。ウーワン対決、西川さんが打てば前田さん勝ち。パーソーは現物、いや、これちょっと西川ちょっと広げすぎたかもしれませんね。ああ、もうドラアンコが怖いんですね。うん、アンパイ使っていいのかってことですよね。まあ、あってもおかしくないですからね。はい、うわー、テンパイまで入るか。ウーワン対決、これウーワン対決になるかもしれない。いそう、イースーピン入ったらウーワン対決ですか、はい、あー、これは危ないかもしれない。本当に先に1枚 Q1 とかもう両者の現物なんですよね。うん、リーチには構えたいんで、あとは風呂の前田さんですよね。あと E1 も持っときたいんですか、山田さんのリーチに対して。うわ、ここは1枚切れのチューン、うん、うわ、ウーワンまだ2枚あるぞ。前田さんがね、チーソー持ってくればウーワン抜くかもしれないです。つもぎったら、はい、はいはい、E ピンはこれチーは無理ですからね。チーはできないですからね、うん、これは E ピンは手出しできないですね。あ、3色確定みたいになっちゃうから、はいはい、うわー、ドキドキする。前田はこの肩上がりの2番、2枚上がれば1年で A1 復帰、はい、追いつくか山田。ダメだ、あの日悔しい思いをした A1 リーグに返り咲くことができるか。2枚いますよ、どっちに行くかですね。ウーワン、はい、うわ、マンズはリアンウーマン、広がった。もう山田も行くしかないですからね。うん、一応パーソー切りますか、うん、まずはパーソーから最後に3と6、最後まで3と6の選択はしたいんで、はい、5が入った時に。うわー、行き詰まる。まだ2枚、こう E 数ピンがちょっと薄くなってきてますね。 E ピンが0、数ピンが2枚、うわ、8、 E ピン3枚切れ、山田最後の決断だ。うーん、これチーマンだとあります。ちなみに、あ、2枚か、チーマンも打たないように行くんだったらピンズですよね。2ピンも3ピン、2ピンは通ってそこからずっとつもぎりなんで、はい、それはもう分かってると思います。前田さんのテンパイも分かってると思いますね。どっちだ、 A1 に返り咲きたい2人の
魂のぶつかり合い、最後の選択になるかもしれません。この順目、うーん、イースーピンかカンチーマンか。実はイースーピンも薄いですね。薄いんです。イースーピンはスーピン2枚で、カンチーマン1枚、あ、1ピンないんです、はい、カンチーマンも2枚、あ、いった、イースーピンを選択、チーマンは1枚になっていた、ウーマンがまだ2枚ある、ウーマン2枚、ウーマンを引けるか、引けない、まだ脳天、うん、サブローワンは勝負牌にしましたね、はい、うわ、メンチになっちゃって、西川さん本当ですね、うわ2枚、うわ隣、あ、これで山田さん6は勝負できます、はい、いやしかし転敗しない、まあ、最後のツモバの時チーっていうかですよね、前田さんを脳天と可能性を追って、 うわー上がれないわ、あ、これで前田さんは祈るかもしれないですね、ペーペーですか、ペーペーという可能性あります、はい、ペーションパイで山田ペーチャですね、うん、ウーピンが一応山田には現物、ただ山田さんのリーチ飛んでくる可能性があるんで、あります、いや難しい、これ難しい、リーチ棒出たらだからウーピンキルはありますけど、はい、ペーペーだとリーチ入っても一巡しのげるんですよね、はい、いやーすごい戦い、これただリーチ、あ、ペー勝負した、9かペーから天敗までならよしと見ましたね、引いたか、引いたぞ、それでリーチだ、 E スーピンは E ピン0ですが、スーピン2枚、これで前田は1回 E スーピン引いてもペーで、ペーいけます、残り2枚の、うん、チーしようとしてます、しませんね、見えない、スーピンだ、いきなり当たり、はい、あと1枚、いやもう絶対現物切りますよね、6万でしょ、6万以外切る理由がないですもんね、うん、理由がないですね、6万しかない、あとはまあ E 万もありますね、うん、嘘、現物、現物、山枝も祈る、何枚、1枚です、スーピンが1枚、1枚、 A1 行きをかけた最後の戦い、山田の上がりはスーピンは1枚、これを引けるかどうか、引けたらあの日のリベンジができる、あの舞台に戻れます、いやー熱すぎる、山市、前田さんはしのげる、山田最後の積も番、もうこれ祈って積もるしかない、いるか、正解はあるのか、あーダメ、これはどうやら流局になりそうですね、いやーこれで吐いて、前田さんがペイですもんね、チーペイになります、はい、前田山田の2人転敗で流局、トンの4局は2人転敗での流局となりました、うん、はい、4回戦はトップから、失礼、ダンプ、続いて西川、山田、前田の並びで終了しました、はい、以上の結果から、第35期鳳仙 A2 リーグ全ての対局を終了し、A1 昇級2名は西川潤、前田直也の両名となりました。いやー、込み上げますね、やっぱり。いや、やっぱり A1 って戻れますね、うん、こんなことに、こんな風になるんですね、うーん、いやー西川が見事な、すごかったですね、攻めっぷりでしたかね、お疲れ様でした。
はい、ということで第35期法政越リーグ、最終節 D 卓の戦いを終えた、ダンププロと山田プロにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まずはダンプさんから本日対局を振り返ってみていかがだったでしょうか。そうですね、まあやっぱり西川さんすごく出来が良くて、まあついてこうと思ったんですが、ちょっと3回戦目がもうどうしようもなかったかなっていう、まあそこまでもう沈んじゃうと僕はもう、ね、全然、まあだから最後の半チャンも、ね、とりあえずもうやることっていうのが佐々木さんより上の着順狙うしかなかったんで、はい、まあ、逆にね、まあ、やることあっただけでも本当にやることなくなっちゃうと最後ね、なんか相手のゆりふりできちゃうんで、うん、はい、まあ、自分なりに目標あったんで、うん、まあ、それはできたこと自体は良かったかなと思います、うん、はい。最後まで自分のテーマに沿って打ち切るしかなかったというダンプさんでしたね、はい。今季最終節を最上位タクで打つことになりましたが、今季の A2 リーグ振り返ってみていかがだったでしょうか。まあ相変わらず出足は悪かったんですけど、まあ、最後ねこんだけ、まあ、本当に8年目ですからね、トータルプラスなんだから、本当に久しぶりにプラスで終われたなっていう、まあ安心したっていうのと、まあ結果西川さん上がりましたけど、まあ展開次第じゃね、それが僕になった可能性もあったとは思うんで、1回戦の3度打ちちょっともったいなかったですね。そう、あれちょっと ちょっと理由があって、先にやめようと思ったんですか。打って、うん、点数低い方で考えちゃったんですよ。あの時、はい、西川さんがちょっと、ま、うん、時間かけたんですよ、パワーオンチの時に、ね、あれで短期がずれちゃったんですよ、ね、短期選択なのか、うん、リーチ選択なのか分かんなくなって、うん、でリーチ選択だったら、うん、ダマは1万2000はまずないじゃないですか、うん、だから打ってマックス 5% ぐらいかなっていうのがあって、うん、まあ、シャアで打ったら9600確定しちゃうんで、うん、なるほど、って言って、まあ、先に三蔵打ったところ、うん、まあ、一応自分も横に伸びる可能性はあったん で、ね、はい、でまあ、シャア、まあ、そうじゃなかったらっていうんで打ったんですけど、うん、まあ、結果当たってちょっとやっちゃったなって、まあ最初のねドラのチートイツ持ったあたりはね、うん、今日いけんじゃねえかとか思ったんですけど、まあちょっとそこでまあ、それもちょっとヒロさんの仕掛けで、うん、まあ今日本当に席とかあんまりあれなんですけど、あ、すごい本当ひどいところ本当もうなんか一人沈んで3回みたいな、そうそうそう、で最後も結局ラスじゃないですか、それは言いました。だもうあそこ座った瞬間に3回戦でもうやばいなっていうのはかなりありましたね、はい、でまあ案の定だったんで白の補充とかもうごめんなさいですから、はい、まあなん で、ね、まあ自分はスッキリしてますよだいぶ、はい、以上です。ありがとうございました。続きまして山田プロです。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。本日の対局を振り返ってみていかがだったでしょうか。いやそうですね、もうちょっと1回戦の入りは別に悪くなかったんですけど、ちょっとなんかダンプにチートイツ積もられたのとかもなんか我慢できなくて、うん、まああとだってバーマンって言ったって振り点であと1枚しかないし確かに関数ピンも4枚目だけどじゃあどうするのっていう、まあ、前田君がドラドラだと思ってしまったんでドラが打てなくなってしまって、うん、結構そういう思い込みみたいな、前田君もねその、うん、全然そうドラドラなくても仕掛けるっていうのも抜けたし、うん、まあ1回戦のオーナス打ったのがもう全てじゃないですか。そうですか、あれはまあドラ頭 100% で白統一落としなんで、うん、結構いい街なんですよね両面でも、うん、イース層リャン層、イース層が消えたんですよ。あ、消えたんですね。リャン層が4枚見えちゃったんで。あ、そうですね。なんでイースソリアムソスッチマンウッパーマンサブローマンぐらい、ああそうですね、はい、うん、スッチマンウッパーマンが悪いんで、うん、ピンズが全否定、そうなるともうサブローマンかリヤムソかで、あとカンスーピンよりさらにいい両面ですか、ね、はい、うん、白の統一落としだったんで、うん、白のシャンポンよりもいい街なんで、そうですね、うん、もうちょっとねあれは本当になんかもっと視野が狭くなってましたね、うん、ダンプも苦しい時だったのにね、流局したらダンプ沈むかもしれないし、うん、なんか結構前田君が高いのがもうみんな 100% 分かってる状況で、うん、自分がおっしゃったところであまり意味合いがないし、まあ、確かになんかリャンソーはほとんど転敗しなそうなんですけど、うん、ちょっと甘えたかなっていうのと、あとはなんか、うん、そこから持ち直したような気もするんですけど、まあ、ね、うん、まあ、なんかね、つも数のやつも手順前後で3個上がってたらだいぶ楽だったとか、差し子は決まると思いましたけどね。
あれは決まり、あれは結構痛んすよ。あれは決めたかったですね。あれは痛かったです。あれはいいかっこいいなと思って。ダンプが1000人さん上がった曲。あーあー、サブロワン6000オール浮金3枚ありましたね。高め3枚まあね、けど、うん、そうですね、なんか決めきれなかった割に結構チャンスも出て、まあ、最終戦はなんかダンプのあのバイマンのリーチの時も単品三色ドラドラ、うん、あの時ももう腰が引けてるのもダメなのかなと思いながら、普段だったら絶対ウマンポンするのに、うん、ドラのスーピンがもうちょっといけなくなっちゃって、うんね、そうするとパスをウッパソが下がってたらダンプが3000、6000、4000、8000上がってるし、うん、ウマンポンして陳一のチーマンのくっつきなの799だけど、はい、でローマンパーマンで紡ぎられて、あダンプは青シャーローマンパーマンとかだから、はいっぱそがその40の間になかったら4000オール上がり逃してて、そうか、そう、ね、もう声が出なかったですね。もうそのもう全然泣くとかいう発想、もともと陳一にしようと思ってたんですけど、泣くとかいう発想がなくて、なんかもう心が弱ってるなというか、まあ前田さんはもっと弱ってましたけどね、リャンソー打った時とか。まあリャンソーはかわいそうでしたね前田君の方が結構、まあ、ただピンクのテンパイから崩したんで、あ、うん、不幸なところはあったかなっていう、まあ、そのね、だからまあ逃げる方としては70ポイント100ポイント持ってるから、まあ、当然の策なんだけど、うん、やっぱ追いかける方はすごい勢いで来るんで、やっぱ一回どっか踏ん張って突っ張んないと持っていかれちゃいますよね。そうですね、全然最後もね、その自分の親番もまた陳一にしちゃって、うん、ポンしなきゃ一通のイーシャンテンぐらいになってどうだったかっていう、結構薄めのねリャンプパーピン食い流しちゃったんで、うん、ただあれポンしなくてもパーピン入ってたんですよ。あ、じゃあ一緒か、はい、まあ、一緒でもね、俺が何万とか、あ、そうですね、ゴッドなのか1300なのか、うん、そうですね、まあ、最後はねもう形上リッチですけど、うん、大体ダメだろうなみたいな。1枚2枚とかありました、2山、はい、で最後1枚流れて1山になって、はい、まあまあ、うん、それまでいろいろチャンスありましたからね、うん、そのスワンコのやつもそっくり打ったらどうなってたかとか、多分ダンプ全部来ると思うんですけど、うん、まあでも道中の戦いは一番あのエースの中で安定してたんで、ライキーやってくれると思います期待も込みで、いやさすがに応えますね結構この2週間負けたら落ち込むんだろうなと思ってやってきたんで、ちょっと日頃の行いを良くしてきたつもりなのにな大丈夫、来期待ってる、すいませんでした、それでは成績表をご覧いただきましょう。はい、本日ダンプさんがマイナス19.2、山田プロがマイナス11.2という成績となりました。本日をもちまして宝仙越リーグ、最終節最後の対局となったわけですが、来期への意気込みと、ファンの皆様にメッセージの方をお願いいたします。ダンプさんからお願いします。はい、まあ本当にね、さっき言ったみたいにあの8年ぶりにプラスで終われたんで、まあ来年はもうちょっとね、スタートが本当に悪いんで、そこをどうにかして、まあ常にやっぱり上の方で戦ってないな、戦っていたいなと思ってますね。はい、はい、ありがとうございます。続きまして山田プロお願いします。そうですね、まあ応援してくださった皆さんと、まあ期待してくださった上の方、まあ、後輩たちに申し訳ない、また一からやり直したいと思います。来季頑張ります。はい、ありがとうございました。ダンプさんと山田プロでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ、Hリーグから、平成最後の A1 リーグ昇級者2名にお越しいただきました。まずは首位通過は西川プロ、そして前田プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまずは西川さんからお時間を振り返ってみてくださったでしょうか。はい、そうですね、今日はもう見ての通りつきまくってたんで、まあ勝因はそれだけだと思うんですけれども、まあとにかく少しでもいい麻雀が打てるようにと心がけて、最後まで一生懸命やりまして、たまたま結果がついてきてすごく嬉しいです。はい、まあ今期解説の方も A2 の中では一番攻めるのは西川さんじゃないかというお話があった中で、今日もものすごく攻めたなというような印象ありましたが、今日はどういった作戦で、まあ、大体100ポイント、100ポイント、まあ、70ポイントか100ポイントぐらい入ってたわけですが、どういったお気持ちで入ってきたんでしょうか。そうですね、今日は、まあ、かなり離れた上位2名の方が
100をプラス100した時に一緒に同卓してたのが私だったんで、その方たちとやってプラスできるような戦い方を一生懸命なんとか学び取ろうと、そういう気持ちで、でなんとかプラスにして次の期につなげたいと思ってやってきました。まあ、勝機は申し訳ないですけど本当に考えてなかったです。まあ、西川さんは初の A1 挑戦と来期なるわけですが、はい、まずは今期の A2 リーグ全体振り返ってみていかがでしたか。うん、この素晴らしい A2 リーグのメンバーの中で、まあ、ずっとやれたのは幸せだったし本当にいっぱい勉強になって、まあ、ミスは数えきれないんで、なんですかね、反省点ばっかりなんですけれども、とにかく 1年間ここでやれてよかったなと思ってます。はい、何かこう昇級に、昇級するにあたってのこう最大の、まあ、勝因というか要因はどのあたりだったんですかね。いや、ついてたことですね。やっぱそうおっしゃらずに。いや、ついてたことじゃないですかね。まあ、ただ前回呼吸した時とは違って、そのいつも自分がこうだというふうに思っていることについて一生懸命やりきれたかなと、あとはやっぱり日々まあ応援していただいている、支えてくれている家族とか応援している方のおかげで最後まで、まあ、切れることなく頑張りました。はい、はい、ありがとうございます。続きましては前田プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。A2 呼吸となった昨年からたった1年でまず A1 に復帰するわけですが、今期の、まあ、今日の大会を振り返ってみていかがだったでしょうか。いや、もう今日全く手が入らなくて本当に終始、まあ、貯金があったのでなんとかやりくりしてましたけど、もう最終半ちゃんはそういうわけにはいかず、かなり苦しいなと思いながらも、なるべくこの状況を楽しもうと思いながらやってたんですけど、うん、全然楽しめなくて唯一入った勝負手も西川君にこうね裁かれ、かなり苦しいなと思いながらも、まあでも最後は西川君を降りてもらって、もうヒロ君との一対一で、わざとしちゃおうと思って、まあでも多分仕掛けない勝ったら方が上がれてたっぽいなと思いながらも、それでも天敗能天だけで、かなり変わるんでね。はい、あれリアンソンの時揺れました結構。リアンソン打ちの時訓録チートですね。と思いました。リアンソンと思ってどういう形と思ってあれね、あポイント差なければ押しちゃうとかですもんね。そうですそうです、まあ、そんなに別に、まあ、まあ回れる回れると思って、こう無邪気にやってたら回れてなかったと思って、現物はあった中での1、ね、2で外しに行った。だこれはかなりポイントのトータルのポイントと、いろいろ考えた上で天敗復活も目指すんだなというような、まあ、そうですね、よほどの、まあ、危険敗じゃなかったらと思って、はい、全然もう普通に切ったらロン9600って言われて、まあ揺れはしなかったですけど、まあまだ、その前の E ピンもあって、 E ピンのシャンポンかな、あはいはいはい、イーピンと山のシャンポンがあった後のレアン、まあ、半茶変わりましたけどレアンそうだったんで、はいはいはい、あれこれちょっと前田プロ今日は不調かなというふうな勝手にこちらで思っていたんですが、いやもう好調ではないのは間違いないですね。好調ではないのは間違いないです、ね、そういう手じゃなかったですもんね、はい、それと前田様のローソはいけなかったですね。ダンプのメインホンリーチ、いやいけなかったですね。もう高いのは7山だったんですよ。7山もあるんですか。高いのはもうこう間違いないので、はい、行きたいの気持ちは山々だったですけど、まあ、まだこの先かなと思って、もう一回ちょっと踏ん張ろうと思って我慢したんですけど、で開けられて3600って言われて、まあそうだよねと思いながら逆転されちゃったな一回と。ああそうですね、そうでした、0.1 ポイントほど。なんかリャンワンのリーノミが勝負点になったじゃないですか結局、はい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 、僕は最強戦のカンチーピンでしたっけ、はい、あれとちょっと被りましたね。まあ、ドラを切るのは別に、まあ、ドラで当たったらもう仕方なしと、まあ、泣かれてもいいかなと思ってたんですけど、まあ、あれを積もれたのでね、最後の勝負どころでパイが応えてくれたと。そうですね、はい、はい、それではですね成績表をまずはご覧いただきたいと思います。
本日は西川プロ見事プラス 78.9 ポイント、前田プロがマイナス 49.5 ポイントという成績。いやもう A2 リーグの昇級戦線は毎年必ずこうなりますね。前田プロと西川プロの差が、まあ、2.1、 さらに以下山田プロとは 3.9 という差でしたね。はい、それではですね、いよいよ来季から、まあ、先ほども言った通り西川プロは初のA1 リーグ、前田プロは一期での A1 リーグ返り咲きということで、ご覧いただいているファンの皆様へですね、来季鳳凰戦の抱負と、それからご覧いただいているファンの皆様に1年間ご視聴いただいたメッセージをいただければと思います。まず西川さんからお願いします。あ、かかってない。まあ、あの A1 リーグできるというとやっぱり連盟の全員の夢なんでワクワクするんですけれども、それあれです、これ言っていいのはノーワーク爆配当っていうか、あの映画になったじゃないですか。その原作者の片山先生っていうのがA1 に上がったら似顔絵描いてくれるって言うんで、それを、まあ、すごい嬉しいなって今思ってるんですけど、ただちょっと体が今重くてですね、どうしようもないんで、ちょっとダイエットを成功してちょっと間空くんで、それで、まあ、似顔絵描いていただいて A1 に臨みたいと思ってます。はい、で、まあ、ちょっと、まあ、A1 で一気に戻ると本当に恥ずかしいんで、でも、まあ、そういうメンバーじゃないですか。ただ A2 のこの強敵の中で勝ったんで、より力をつけて頑張って A1 で戦っていきたいと思います。本当に応援ありがとうございました。来季も頑張ります。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。特徴あった方が似顔絵ってやりやすいと思います。いやいや、もうちょっと太りました。もう始まってますね、これ。宅配戦術。いやですね、始まっちゃいましたか。来ました。来ました。ちょっとなんで僕の好感度落としに行く。そういうとこあんだよな。西川お前みたいな、そういう感じでしたもんね、今。ありました。まあ、ありました。違う違う違う、ちょっと硬かったんで。いや、そうですね。 A1 リーグはちょっとトークも切れないとね。前田さんや藤崎さんみたいに。そうなんです。そこ必要なんですか、それ。今日下で何お祈りしてたんですか。下ですか。いや、いつも隣にある神社でパンパンってやるんですよ。それもその見かけたらしいんですよ。はい、知ってます。はい、見られてんなと思ったんですか。いや、見てはいないですけど。いや、だって、通り過ぎただけです。はい、通り過ぎて見てますね。いや、見てはないです。その、あれ、隣でパンパンってやるんですよ。はい、何をお祈りしたんですか、神社では。あ、僕ですか。はい、無事終わりますようにって。無事以上の最高の結果がついてきたかなと。おそらく A1 行くと瀬戸熊さんのパワハラもひどいと思う。やめてよ、本当に。なんかそういう人、そういう人みたいになるからやめてください。失礼しました。僕は会場で試合中の全く喋らない人なんで。はい、はい、よく存じ上げております、はい、失礼いたしました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続きましては前田プロです、お願いします。はい、そうですね、まあ応援してくれる方、まあ、たくさんいるんですけど、まあ、A1 復帰してくださいっていう言葉がやっぱり多かったので、まあ、それがなんとか最低目標が達成できて、まあ、良かったと思う。まあ、去年の A1 はもう本当負けるべくして負けた。もう自分の準備がもう全然できてなかったので、まあ、そういうことのないように、あともう瀬戸熊さんのパワハラには負けないように、はい、それだけ気をつけて。これがパワハラ。逆に。いや本当。だって藤崎さんだけでもタジタジなのに、前田さんまで戻ってきたら僕ちょっと精神的になんか。今ちょっと準備が去年なんか、今その前回の A1 リーグがもう今ご自身で負けて当然みたいなちょっと言葉出ましたが、そのあたり どういう意味合いですか。いや、本当麻雀を打てる環境になくてですね、まあ、それはもう全部自分が悪いことなんですけど、もう本当に麻雀を打たずに、どうしても時間が作れなくて、難しかったんです。もう今年はもう暇あれば、もういろんなことを やろうと思って、もう時間があれば全て麻雀に携わることなら、もう休みはいらないから何でもやっていこうと思って、今年1年はそういうお気持ちと、まあ、それを実践して、はい、どんな依頼来ても全部受けようと思って、って言って、あと、まあ、セットとかも、はい、まあ、いろいろ対局数も増やして、まあ、いろいろやって、やっぱりそのぐらいの準備は必要かなと思って。そういうことで、ヒューさん。
耳が痛い。パワハラ？パワハラだね。いや、あのここはもう普通の関係なんです、はい、僕もちょいちょいやられてる。最後は助け合いなんで。助け合いなんで。パワハラの関係。来年も仲良くやりましょう。やりましょう。お願いしますよ。いやもうね、はい、何もう本当にね、私も1年間実況担当させていただきまして、まあ、西川さんのその攻撃力の強さと、前田さんのそのバランスの良さといろいろ勉強させていただきましたので、来年2人を実況できないのかもしれないですが、ちょっと何どこやるか分かんないんで、どこやるか全然本当に分かってないんで、今年1年間お疲れ様でした。はい、来季は A1 リーグで活躍を期待しておりますので、頑張ってください。はい、ということで、間もなくお時間となりますが、まずは瀬田駒プロ、はい、本日は最後まで、今年最後の助け合いどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。はい、はい、お願いします。はい、ということで間もなくお時間となりますが、以上の、本日のですね、第11節最終節をもちまして、鳳仙第35期鳳仙 A2 リーグの放送はすべて、終了させていただきます。見事来季 A1 への、挑戦権を獲得したのは西川プロと前田プロとなりました。本当に1年間の、長い間のご視聴誠にありがとうございました。また来年も、ぜひ、A2 リーグ、よろしくお願いいたします。本日はこの辺りでお別れしたいと思います。それではさよなら。